care what you're gonna do. Ain't gonna waste your time. バンドがもしメンバーを募集した場合にはイニシャルに K のある人は合格です。どうぞご応募ください。そうするとトリオじゃなくなっちゃうけど ねケーズバンドとかね、ケーズトリオとかね、あーケーズ電気行ったんだよね。ポイントカードまで発行してね、ケーズ電気行ったんだよね。ここのところのライブで、ご存知ない曲ばっかりで申し訳ないんですけど、チャールイス、ジョニー・ルイス&チャーの曲をカバーして遊んでます。で、実は今日唯一チャーじゃない曲次にやるんですけど、インストゥルメンタルで日本のクリエーションというバンドの、インストゥルメンタルを1曲やります。で、何でしたっけな、クリエーションでドラム立ててた樋口正幸さんという人が63歳の若さで今月亡くなられまして、ちょっとびっくりして、実は一緒に後でララに出る堀くんに僕連れられて、堀くんのお友達のバンドを見に行ったことがあるんだけど、そのバンドのドラムで樋口さんが叩いてたんですね。3年ぐらい前だったっけね。で、僕生の樋口さんに会って、ちょっと見た目怖そうな人なのにね、まあ気さくな感じで、でも亡くなったって聞いてちょっとねショックです。で、多分次の曲はどこかでお耳にしたことがあるんじゃないかなって思ってて、有名なプロレスのドリーファンクジュニアとテリーファンクの入場曲で使われていましたけども、実はこれちょっと面白い話があって、あの入場曲のためにこの曲を作ったんではなくて、クリエーションってインストゥルメンタルの曲を作るとどうもプロレスの技の名前をつけてたんですって。だけど、だからじゃあ他に何があるのって言われても僕プロレス分かんないんで答えられないんですけど、で、
ラリアン、うん、なんだっけ、リーダーの武田和夫さんが、武道館にプロレスをテリーファンクを見に行ったら、入場の時に自分の曲が使われてたんですって。それで後で楽屋に行って、ありがとうって言ったら、今だったら自分の曲勝手に使ったりしたら大問題になるんでしょうけど、ありがとうって言いに行ったら、テリーファンクたちが、兄弟が、僕の国来て困ったことがあったら何でも言ってくれって言って立場が逆転したらしいです。どうもありがとうって言って帰ってきちゃったって言って、うん、そんな話があります。今日お届けしますのは、もうお分かりでしょう、スピニングトーホールドっていう曲なんですけど、今日はスピニングトーホールドプラス X っていう曲で、カミちゃんがこのスピニングトーホールドとある有名な曲を合体させて編曲しました。ちょっと笑ってお聴きくださいね。途中で面白いことになると思うんですけど、お楽しみください。楽しみください。じゃあ行きましょうか。1組目で。